写真拡大。全2枚。東都大学野球秋季リーグ仙台5周第1日は7日、東京神宮球場で中大国学院大1回戦が行われ、中大が9対7で国学院大を下し、先勝した。中大は開幕から5連勝。中大は4回無四1、2塁で、春の大学日本代表の4番も務めた4番牧茂悟内野手3年が左越えスリーランを放って先制し、6回に1点、7回に3点、8回にも1点を加え、計12安打で9点を奪った。先発右腕上田健人投手、2年が6回5安打1失点に抑え、救援した投手が打たれたものの、上田が今季初勝利。8点2同士の戦いに先勝した牧は、本塁打はまっすぐ。最初の得点のチャンスだったので、なんとかしたかった。5連勝は経験がなく、とにかく1試合1試合、1回1回をしっかり戦っていくことだと思っていると気を引き締めた。2004年秋以来、25度目の優勝へ向け、戦いを続ける。